プロキックボクサーの増佐藤です。バンデルの商品は、普段練習の時に、腕にもつけてますし、足首にもつけてますし、で走る時とかも邪魔にならないんで、そういう時とかも練習とか私服の時もいつもつけてますね。つけてから、そうですね、体のブレとかがやっぱり少なくなったような気はしますね。あと走ってる時とかもやっぱ普通のコンクリートの上走るんで、膝のブレとか足首のブレがなくなって走りやすくはなってる気がします。今自分が出てる大会がノックアウトという大会で、そこの大会で今出させてもらってるんで、今年ちょっと頑張ってベルトに関われるような試合内容を残していけたらなというふうに思ってます。